森保監督を継続して我々サムライブルーの監督とすることそして契約することが決定いたしましたので皆様に報告申し上げますベスト8の新しい景色を見ることができませんでしたがこのベスト8の新しい景色を見るためには一番ふさわしい監督であるということ そこが一番ポイントとなりましたまた、日本サッカー界そして日本社会に対する影響を多大ポジティブに与えたことそれだけではなく国際的に日本のサッカーの地位を高めてくれたことさまざまなことを評価いたしました期間は次期ワールドカップまで そして、どうせ皆さんの方から質問出ると思いますが、えー、契約につきましては、えー、ベスト16の日本代表監督そして、これからベスト8を目指すそしてその次を目指す日本代表チームの監督にとしてふさわしいそして世界的に見ても恥ずかしくない額で契約をすることといたしました。 そして、それは日本,サッカー日本のサッカーの指導者の地位の向上にもつながるというふうに思っています。これから3年6か月、7か月となりますが、長い旅をしっかりと一緒に戦っていけるよう、私たちは協力していきたいというふうに思います。 理事会で全会一致で決まったことを皆様に報告させていただきました。